鳥研。おっす、鳥取研究所です。本日もですね、鳥取環境大学小林教授にですね、動物行動学について詳しく処方を教えていただきたいと思います。どうぞ本日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。4つの動物行動学の基本みたいなのを教わりました。適応意義、メガニズム、個体発生、系統発生。これについてもう少し詳しく、先生は1番目の適応意義がご専門なんですよ。そこら辺はちょっとシマリス的な話を絡めながら教えていただくと。シマリスの外敵って何だと思われます？ごめんなさい。もう先生の本散々読み散らかしてるんで、テレビそうですね。すいません。非常に強力な捕食者の一つがヘビで、ところがね、ヘビも活発に動いて攻撃を仕掛けてくる可能性があるようなヘビに対しては、モビングっていうやり方をするんですよね。けどモビング、野次っていう、つまり逃げるんじゃないんですよ。その周辺に止まって、尻尾を振ったりして、ちょっとした威嚇をしたりとか、まとわりつくんですよね。なんでそんなことをするかって、多くの動物でそれは知られてて、鳥なんかでも、池にこう、カルガモでもいて、近くにキツネが来ると、みんな寄っていって、カク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 。捕食者は基本的に、こっそり、ライオンであろうが何であろうが、こっそり近づいていって、すごいスピードで、その間、バッとこう、飛びつけば、捕食できるようなところまで近づいて攻撃するっていうのが普通のやり方なんですよね。猫なんかそんな感最じ初、ですよね。そう、猫もそうですし、やっぱりヘビもそうなんですよね。ゆっくり言って、最後のところでバッとやるっていうね。シマリスにとっては、一旦見つけてしまえば、自分の方が見つけてしまえば、もうやられてしまうことはほぼないんですよ。哺乳類で動きは早いし、飛びかかってきたら後ろへ飛びのけばいいわけだ。気がついてないからやられるんだね。で、じゃあどうしたらいいかっていうと、その自分はもうお前見つけたぞっていう。だから、キツネが岸辺に来ると、みんなカルガモがガガガガ言って、その周りを取り巻くんですよ。距離を保ってね。そしたらキツネはもう見つかっちゃったっていうんで、これはもう攻撃は無理だっていうんで、退散していくんですよね。と、まあ、ガガガガ言うからみんな集まっていって、みんなに気づかれてしまうっていう。で、シマリスの場合も、生きて元気なやつは、まあ他のシマリスに知らせるという意味もあるんですけども、まあ、見つかったよっていう。そうすると、ヘビは結局攻撃の意欲を低下させて、まあその場を去ったりとかいう。これがまあモビングって言われてるやつ捕食者からしても見つかってて、いくら捕食が成功したとしても反撃されて最終的にご飯食べれるとしても怪我をしてしまったらマイナスになるので、もう見つかって威嚇された時点で、そうですね。まず、食べられることないですね。シマリスについては。カルガモについても、距離を保ってますから、飛びついても逃げればいいわけですからね。なるほど。こシれマリスす。の方も実験してると、飛びついて、体の一部にかすることはありますけども、動きはシマリスの方がずっと早いんで、かわして逃げてしまいますね。これあ逃れげでるっすていうね。か。なんか悪い人になんか絡まれた時とか、じっと我慢するよりも、周りに助けてとか、こんなことこいつにされたって騒ぐ方がいいっていうことですね。実際そうでしょう。人がわーわー集まってくると、なかなかね、気持ちがなえるじゃないですか。悩ますね。いじめとかもそういうふうに対処しろってことですね。まあ、いじめなんかもね、要するにあれも重要なことで、全くの傍観者で何にも気がつかないふりをしてると、どん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 助長されていって、下手に止めたりすると自分がいじめられる側になっちゃうから、いじめる側についていってというふうなね、臨界点がやっぱあるんですよね。なるほど。止める側の方がある程度多くなると、やっぱりある地点を境にして、ドーンと止める側の人数の方が増えてくるっていう、まあちょっと似たようなところもあるかもしれない。面白いです。なるほど、なるほど。もっと教えてください。いじめですごく大事な問題で、それに関する本もちょっと一章分だけども書いてるんですけども、それもすごい大事な問題で、で、シマリスの話に戻ると、で、ヘビもヘ体ビ調が悪いも、時あるんですよ。体調が悪い時。体調が悪い時、まあ要するに冬眠前とか、冬眠から起きてとか、
動くあり、それから消化がうまくいかないとかね、うん、場合によって死んでる場合もあるし、なるほど、そういうヘビに対しては、うん、びっくりしたんだけども、そのヘビの近づいていって、もうすごい緊張して、確かめつつ確かめつつ近づいていって、うん、最後はこれ大丈夫だと思うとかじっちゃうんですよね。少し動いてても。かじって、うん、頭とか、それからまあ尻尾とか、うん、腹をかじる、背中をかじる場合もあるけど、で、まあ、自分の体に塗りつけるっていうことをやり始めるね。塗りつける。へぇ、うん、先生、シマリツが蛇の頭をかじってますってやつですね。あ、そう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 。こちらの本です。それが私がいろいろやってる中で一番こう、びっくりした行動で、うん、第一のなぜなんですよ。第一のなぜ。なぜまずそんなことをするんだろうか、うん。別に食べて肉にするわけでもないし、多少の危険はやっぱりそれでもありますよね。うん、はい、じーっとしてても、うん、途中で急にこうバッとこうね、うんうん、振り向いて攻撃する場合もあるだろうに、そういう潜在的なリスクを犯してまでも自分の体に塗りつけるっていう、うん、これは韓国で見つけたんですけど、シベリアシマリスの生息地であるね、うんうん、実はそのヘビの、うん、今皮膚の話をしましたけども、はい、それ以外にも脱皮殻とか糞尿で、尿ですね、糞尿ですね、うん、まあ、ヘビの匂い、だいたい分泌腺がそういうところから匂いに対して反応する、うん、まず調べたら第2のなぜを、うん、まあ、うん、あの地道に調べていって、それヘビだけなのっていう話です。おお、なるほどなるほど。捕食者全体かもしれないなとか、はいはい、なるほど、キツネの場合もあるかもってこと。跳ねられたキツネを、うん、あの情報を得てもらってきて提示したりとかいろいろ苦労するわけですよ。それからヘビは爬虫類だから、他の爬虫類はどうなんやと、うん、トカゲとかよく似てるでしょ、うん、どうなんやっていう、どうなんや、うん、でも、まあ、分かったことはヘビにしかやらない。へえ、そうなんだ。ヘビにしかやる、はいはい、ヘビは種類はどうなんやっていう、うん、種類は問わない。へえ、ヘビだったら大体、マムシであろうが毒ヘビであろうが、どんなヘビであろうがやる、ニシヘビであろうがやる。今匂いって図らずも言ってしまったけども、じゃあ彼らは何が刺激になってるのか、はい、ヘビだと認知した上でやってるつもり、比較的にヘビだっていう認知がその行動を引き起こすのか、あるいはヘビに特有な匂いかもしれない、うん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 、それも実験的に調べたわけですよね。すごい。そしたら、あの視覚は関係ないっていう、どんな格好してても構わない、うんうん、まあ、早い話がティッシュペーパーにですね、ヘビの匂いをこうずっとつけて提示すれば、ちょっと緊張してきますけども、うん、ティッシュペーパーをかじってもう体に塗りつける、そういうのをやるね、結構話題になった新しいタイプの防衛戦略ということで話題になって取り入れられたんですよ。今でも覚えてますけども、うん、まだ若輩の頃、テキサスの A&M 大学っていうところで国際学会があったんですよね。うんうんうん、国際学会あって、そこで発表したら、みんな立ってくれて、スタンディング、オベーション。拍手してくれ、拍手してくれ。それで面白かったのは、日本でも拍手してくれたんですよ。海外の場合には、陽気だから、まあそんなことはするんかなと思うけども、うん、日本から来たら分かった方が面白いでした、うんうん。日本でそんなことが起こるっていうのは、私経験したことはなかったんですね。すごく嬉しかったんです。まあ、研究する中でいろんな人たちとこうコンタクトして、うん、でいろんな人たち、私も含めて、うん、他にも同じようなことをするのがいるんじゃないか、ヘビ捕食者でね。ああ、でごめんなさい、その前に、うん、なぜかっていう、そう、それが聞きたかった。1番目のの1番目のあれですね。でこれもいろいろ苦労して、いろいろ苦労して、やっぱヘビって どっちかというと嫌われるじゃないですか。毒ヘビがいるしね。普通に聞くと、ヘビの匂いをつけたシマリスは、異性から警戒されるじゃないですか。うん、ああ、そうそう。それいい質問。ですよね。なんでそんな塗ったくって、なんかこう、ヘビの匂いつけをするんですか、うん、国際学会で発表したときに、その質問も出た。うん、おそうっす。そのアメリカにヘビ食いヘビっていうのがいて、ヘビばっかり食ってるヘビがいるんだと。ヘビ食いヘビ。ヘビ食いヘビがいるところでは、ヘビの匂いつけたふりじゃないかっていう。ただ、シベリアシマリスはアメリカにいないから、いろいろ実験をやったんですよ。けど、同種はオスでもメスでも今度影響しない。ヘビの匂いをつけたシマリスは、シマリス関係に影響しないってことですね。しないんですね。例えば、うん、まあ、縄張り、はっきりした縄張りを持つわけじゃないけども、その周りの周辺って、うん、やっぱり自分の持ち場だから、他のやつが来ると、バッとこう攻撃するんだけども、ヘビの匂いをつけたら強くなって、個体関係で、他のシマリスが守ってるところにも、こう、ちょっと喧嘩になっても強くなるんじゃないかとか思ったん
んだけども、うんうんうん、それもない。ない、ない。で、メスも別に嫌がる様子もないっていう。縄張り行動ではない。ない。モテるためでもない。で、なんか別なんだろうと思って、蛇を食べる動物もいるけども、うんうん、大体において嫌われてるから、捕食者と思われる連中に、あの、蛇の匂いをつけた、うん、まあ、その時は、シマリスじゃなくて、マウスに、あの、悪かったけども、お願いして、匂いをつけて、入れ物の中に入れてね、あの、格子のね、で、動物園とかいろんなところで提示したんですよ。だけども、全然怖がる様子もなかったんですよね。ところが、面白かったのは、蛇は匂いをつけると捕食しないっていうことが分かったんですよね。蛇の匂いがついたシマリスを捕食しない。まあ、結果的に言うと。と、縄張り行動でもない、求愛行動でもない、うん、ヘビ以外の防衛行動でもない、うん、ってことは、うん、ダイレクトにヘビに対しての防衛行動だったんですね。うん、結局そういう可能性が一番高い。もう一つ仮説もあって、うん、いろいろ仮説を考えて実験したんですよ。最近ね、はいはい、あの猫にまたたびってこすりつけるんだけども、あれなぜかってずーっと言われてて分からなかった。去年だったかな、ある研究者が、うん、匂いをつけることによって寄生虫のみとか外部寄生虫っていうんですけど、それがどうも嫌がるらしいっていう。面白いの。私はその可能性も当時、今から昔の話だけども、うん、当時その可能性もあるなと考えて、で、それもやってるんですよね。毛皮にその匂いをつけて、うん、まあ、飲みが主だったけども、嫌がるかどうか全然嫌がらなかったんですよ、ね。それでもないっていう。で、まあ、そういうふうなする中で、蛇、はい、うん、が怖がるっていうか、避けるんですよね、こう。不思議ですね。不思議なんですよね。同じ種類の蛇は、まあ、蛇同士のそういう自然界でのコンタクトの場面ってそんな知られてないからはっきり分からないんだけど、うん、やっぱりちょっと避けるんじゃないかな。捕食対象とは思わないんでしょうね。冬眠の時とか固まって寝てるじゃないですか、蛇も。冬眠の時はね、一緒にね、うん、捕食とかしないですよね。うん、あ、そういうことですか、うん。有利なんですね。固まるって外気に触れない。まあ、人間でもおしくらまんじゅうってなるじゃないですか、うん。あれの方が有利だから。でも、あれは決してあの攻撃行動は全く起こりませんよね。同じメカニズムがその体に塗ったくったシマリスに起きてる可能性が高いということですね、先生。うん、それこそあの蛇の脳の中で何が起こってるかわからないけども、だしフレンドリーになってどっかに行くのかそれはわかりません。でも嫌がるっていう。じゃあ他にもいるはずだって調べて、私も調べたし海外の人たちも調べたんだけども、うん、ずーっと分からなかった。ところがですね、うん、はい、23年目にして初めてそういう戦略を取るあの動物が見つかった。やっぱリス。やっぱリス。へぇ、アメリカのね、イギリスでね。で、私はそこに行ったことがあるんですよ。そこの研究室に一緒に野外でちょっと調べたことがあったんだけども、うん、それはガラガラヘビに対するモビングをやってたんですよね。モビングってのは、あの、見つけてるぞっていう、威嚇とか脅し行動です。ガラガラヘビは、じーっと尻尾を振りながらこう攻撃しようとするわけですね。それに対してカリフォルニアジリスっていうのはいろんな行動をやりながら砂をかけたりとかもするんですけど、うん、いや、すごい。はいはい。それに対して防衛するんですね。うん、他のジリスがやってきて、なんだなんだっていうことになって、うん、ガラガラヘビは退散していくっていう。私も面白いなと思って。うんうんうん、ところが、そこでそういう発想なかったんですね。その行動は SSA っていう当時京都大学で日本の動物行動学の父と言ってもいいんじゃないかな、日高俊孝っていう先生がおられて、日高俊孝先生が名付けてくださったんです。スネークセントアプリケーションっていうね、蛇の匂いを塗りつける SSA でもうあの引用される、世界で引用される論文には SSA っていう名前があります。スネーク。スネークセント。セント。匂い。スネークセントアプリケーション、SSA、それでまあ通ってますけども、それには着目しなかったんですよね。ところが、うん、そこの院生がガラガラヘビの脱皮殻を一生懸命塗りつけてるっていうのを発見して偶然。それが23年経って、で、彼らも私と同じようないろんなことをやって、ヘビがどうも嫌うという、そういう結論になってますけどね。じゃあ23年経って、うん、小林先生の研究が再発見されたわけですか？再発見というか、もうそれをやる連中が見つかったという。
あと、中国で、そういう捕食者の匂いを塗りつけるっていう、これはまだ、はっきりと出された論文じゃないですけども、それは、リスじゃなくて、ネズミなんですね、うん。ボール。だから、ひょっとしたら、まだあるんじゃないかなと思うんだけど、まだわからない。基本、下肢類なんですね。小型、哺乳類。うん、小型。やっぱり、ヘビに、こう、捕食される可能性がある。へぇあの、一般的にはね、匂いをつけるっていうのは、他にもあるんですよ。うんうん、例えば、犬なんかは、ミミズ、うん、ミミズミミズ、ミミズ、乾燥したミミズの匂いをこう体に塗りつけたり。なんで切っちゃない、はい、それはまだまだ、まだ分かってない。それから、はいはい、それから、その、猫が、マタタビをつけるとか、うんうんうん、それから中には、ヒグマだったかな、自分の糞をつけるとかね、いくつかあったんだけども、でも、それらとはもう全く違うから、うん、それから、ジャガーとかいうのは、腐肉をつける。腐った肉をつける。ジャガー。腐った肉をなんでまだわからない。腐肉の匂いがすると、ジャガーが近くにいるのがわかるじゃないですか。生存的には不利になりそうな気がしますけどね。うん、うん、でも、ジャガー自身の匂いはわからない。抑えられると思う。うん、わからない。わからない。そこの辺はちょっとまだわからないんだけど。まだ研究が待たれるところなんですね。うん、まあそう言えばそうだけど。うん、昔ね、キャバレーロンドンの CM とかはですね、うん、その辺の中おっちゃんがですね、夜飲みに行くときだけはサングラスかけてね、ヤクザみたいな携帯を真似していくんですよね。多分、当時はヤクザがモテたってのと、絡まれないようにする的な。ああ、なるほどね。そう、二つの目的があったんでしょうね。うん、今だと、ヤクザみたいな真似はしないけれども、人間。うん、若い男の子はなんか、韓流スターの真似してますよね。ちょっとなんか髪型とか。ああ、韓流スターのね。そうそうそう、うんうん。まあ、あれはなんか警戒行動ではなく、モテるためなんでしょうけども。そうですね、なんか。真似るっていうことのね。だから、ヤクザさんのケースは、この行動をいろいろ言われたときに、うん、虎の威を狩るっていうふうに表現されたメディアがありますけども、蛇っていう怖い存在の怖いっていうかな、そういうふうに言われたこともあるけども、真似るって結構動物界では、まあ、小学界だと思ってないけども、うん、戦略の一つなんですね、生存繁殖のね。シマリスは蛇に対しての匂いで、形態、うん携帯っていうのかなを真似したけれども、人間の場合は視覚から入る動物だから。そうそうそう。人以外の哺乳類、まあ、霊長類には割と人を筆頭にして視覚が発達してるけども、哺乳類の基本ってやっぱり匂いなんですよね。最初生まれた哺乳類っていうのはもう完全な夜行性で、光が利用できない。目とかも色覚を失ってるのはなんかこう、夜行性だったからなんですよね。哺乳類がね。哺乳類がですね。はいはい。哺乳類よね。うん、うん。それから、夜ハンティングとかね、そういうことだろうけど、ど、うん。だろうけど、ど、はい。でも、でも、でも、夜でも、でも、夜でも活発に活動する連中で、うん、哺乳類で、視覚を盛んに使う動物もいるんですよね。それがおそらく3回目になると思いますけども、私がやっている、日本モモンガっていう。あ、モモンガうん。モモンガはね、目がむちゃくちゃでかいんです。だから可愛いんですよね。はい。だから可愛いんだけど、別に可愛いとなろうと思ってやってるわけじゃなくて。うんうん、生存が有利だから目がでかい。うんうん。だから瞳孔がね、日中はもう本当に点ぐらい小さいんだけども、うん、それが夜になるともう何十倍だろうね。へぇー。いっぱいに広がるんですよね。だからすごい光の量は少なくても、それをいっぱい入れるから、昼間、とは言えないかもしれないけども、かなりね、うん、視覚の情報が入ってきてると思う。で、あとは、まあ、やり方で、匂いをものすごく発達させるとか、うん、私が今やってるんだけども、コウモリは、音。うん、音。光がなくても、音で、うん、だから、その場所に場所によって、これが優れている強者だっていうのは存在しないっていうこと。その場所場所で適応してるかどうかっていう。進化っていうと、逆に強食って思われるかもしれないけど、決してそんなことはないということなんですね、はいはい。人間社会でもそうでしょう。いろんな生きる場、それぞれの生きるところが自分の居場所があって、はい、自分が活躍できる場所があって、うん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 、それは必ずしも全般的な強者とはまた違うと思うんだよね。そうですね。それをうまく探していけるかどうかっていうのがね、うん、自分が生きがいを持っていけるかどうかのポイントだと思うんですよ、ね。すごい、先生。むっちゃ綺麗にまとめられましたね。一応教育者ですから。ということでですね、
環境大学の副学長がですね、学校の成績が悪かったとしても、うん、聖者適応だから、なんか居場所が絶対あるし。ニッチって言うんです、我々は。ニッチ。ニッチ。ニッチ。業界でも言うでしょ、ニッチ。はい。隙間を行けっていうやつですね。うん、だから、やっぱりそういうところを見出して、サポートしてあげるような見方をしないといけないし、はい、本人も希望を失わずに。そうね。おそらくもうね、専務さんはいろんな、な方の人生を見てこられたからお分かりだと思うんですけども、やっぱり自分が生かされるっていうか、そういう場所は必ずあるはずだったと思う。はい。学校でいじめられたとしても、うん、絶対学校の外でニッチはあるはずだと。そうそうそう。学校だけが人生ってもう絶対違いますから。はい。日本は学校だけが社会だ、世界だって言われてしまうからね。こんなこと言う、先生失礼なんですけど、動物行動学なんて、まあ、日本じゃ、ニッチ中のニッチの学問を極めて、まあ、副学長までなられた方ですからね。視聴者の皆さんね、この先生ね、本当にすごい先生なんですよ。動物行動学の世界では、権威の方なんですよ、日本では。大変。全然見えないだろうし、でも、動物行動学って面白いし、岩本専務さんが興味持たれたっていうのも、はい、うん、素晴らしいなと思って、いろんな体験をして、それを前向きに捉えて、あとはちょっと考える力があったり、うん、興味を、好奇心を持ってる方にとっては、面白い学問だと思いますよ。別に、はっきりや動物が好きでなくてもいいんですよ、別に。なるほど、なるほど。行動学は。うん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 。面白い学問で思いますから、ちょっと宣伝をしておきます。はい、ということでですね、本日はですね、動物行動学。鳥取環境大学副学長小林教授にお越しいただきました。ありがとうございました、はい、先生。いや、どうも楽しかったです。ありがとうございました。